アズマックス論争勃発。アリダビッグカメラで乗馬マシーンを買う。ちょうどヨン様もビッグカメラに来店していたようで、ヨン様ファンのおば様軍団に遭遇。あ、好きなんだ。アリダもヨン様ファンだと間違われる。アリダ NHK でにやけている歴史学者に激怒。楽屋で2時間怒り狂う。上田楽屋を別にしてもらうようにディレクターに掛け合う。テイク2アズマのアズマックスをやめさせろ。あれを見てどれだけの人が不機嫌な思いをしているかとのメールが届く。アズマックスはゼカヒカをリスナーに問う。何がアズマックスだ。テイク2アズマなんてミニマムじゃねえか。上田の言葉にアリダ引く。トークは白熱し、アズマックスはギャグか自己紹介かが論点となり、クリームシチューがリスナーも巻き込んで揉め出す。アズマックス総選挙開催決定。あ、高くして寝ろよ。